アキシのゲーム部屋。皆さんこんにちは、アキシです。このゲームテラテックはですね、主に車両だったりとか、まあ、バトルマシンを作って戦わせるゲームじゃないですか。でも作ろうと思えば建築物ね、建物作ることができるんですよね。で、スチームワークショップとか見てると、いろんな人がね、いろんな建物を作ってるんですけれども、まだねこのチャンネルでは建造物作ったことなかったんで、今日は建物を建てることにチャレンジしたいと思います。で、何を作るかですよね。前回の仙台の上空に現れた未確認飛行物体を再現したんですけれども、まあ、上の球体を作ってる時にね、半球になった時点でカリン島みたいだなーと思って、カリン島作りてーなってなって今日はカリン島を作っていこうと思います。今日このチャンネルの動画初めて見るよって方もね、いらっしゃると思うんですけれども、まあ、こういうロボとかね、メカを再現したりとか、あとは最近初心者向けにテラテックこうやったらキャンペーンうまく進められるよとかね、攻略動画も上げております。内容が面白かったらぜひぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。今日はね、もう天まで届くドラゴンボールに出てくる展開再現したいと思いますんで、ぜひぜひ最後まで見てってください。それじゃあドラゴンボールに出てくるカリン島作りやっていきましょう。はい、カリン島を建設中です。なかなかね、大きいですよ。ほら、上がもう見えない、上が見えないです。大きいでしょこれね、建築上限超えてるんですよ。じゃないとカリン島なんて作れないですね。これをどうやって作るかというとですね、カリン島の作り方、まず一番下の基礎となるところ、このようにベターフューチャー社の丸みを帯びたブロックをつなげて円柱を作っております。中は空洞です。まあ、なんか仕込んでもいいんだけどね。まあ、これ1個でもね、建築上限ギリギリの高さなんで相当大きいんですけど、これじゃカリン島って言えないよね。全然だよね。なので、これを上にどうやってつなげるかちょっとね考えました。つなげるときはですね、じゃあ上につなげるよ。ブースターで上に行きます。そして、で、ジョイント部分に支点を合わせて、これでドッキングしますあ、失敗しためっちゃ楽しいよ、このドッキング作業が。何気に。これはこれでもう一つのゲームみたいな。はい、こんな感じでね。これを入れ込んで、で、ちょっと回して、完全に中に入れると。よし、ドッキング完了。そしたら、この上の部分が邪魔なんで、パージします。これの繰り返し。お、結構高くなったぞ。さあ、どんどん上に繋げていきましょう。こんなに楽に現実世界でも建築できたらね、いいんだけど。ドッキング、これで宇宙ステーションとかもやりたいよね。面白そうだよね。インターステラーっていう映画に出てくるね、エンデュランス作りたいんですよね、いつか。よし、ドッキング、あ、オッケー、入った。で、つなぎ目を合わせてパージ。おー、え、しなってない、なんかしなってない。あった、倒れる倒れる、うわー倒れるマジかー、マジかよー、うわーうわーうわー、せっかくつなげたのに。え、嘘、ちょっと改良が必要だな、これは。うわー、なんか新幹線みたいになっちゃったよ。ほら、一個上につなげるためにセーブした方がいいかもな。カリン島って何フィートあんのかな、そここだわる。おお、いいね。なかなかこれ下に帰るのも大変になってくるね。え、あ、え、倒れた倒れた、嘘、なんで、うわどうすればいいんだこれ。よし、だいぶ修正してね、安定して入るようになりました。やり直したよ、もう。また追いついたかな？同じぐらいの高さになりましたね。まあ、つけるのもスムーズに、行くようになりましたね。とりあえずはこの大台に乗せて、よし、入った。安定してる気がする。RR のジョイントね。あれも結局取れるよね。上参ります。おー、結構高くなったな。とりあえず下が見えなくなるまで行きそうですね、この回で。よし、
高え高えな、いいね。なんかスカイツリーとかも作りてえな。東京タワーとかさ、テラテックで建造物シリーズ。あ、やべ、崩れてね。あ、揺れてんだ。保ってはいるね、なんとか。あ、でもダメだ、崩れてってる持ちこたえろ、崩壊は避けられない。うわーせっかく建てたのに、これ限界かな、これ。これでも抜けんのか。どうしようかな。ごちゃごちゃつけたくないんだよな、外側に。内側でなるべく完結させたいんだよな。これでも取れるんだったらもうちょっと、諦めムードが漂うな。なんかすげえ負けた気がする。はい。どうだ、これでどうだ、がっちりロックしたぞ、これで。外側からも内側からも。これいけるっしょ。これはなんかちょっといける気がするんだよな。よし、作り直そう。あー、やっぱあの接合部分目立つな。しょうがないね、でも。よし、どんどん積み上げていくよ。また一からスタート。くっそー。かりんとうチャレンジやな。何段までいけるか。君は何段までいける？かりんとうチャレンジ。もはや再現ではなくて、チャレンジ動画になってしまうね。ジェンガ的な。スル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 。スル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 。よし、入ったー。そして、ピューン。すぐこれで帰れると。ピューン。これマジ便利だわ。早い早い帰んの。じゃだーん。3号機、行きまーす。なんなんだ、これは。ネオタイプか。なんだ、この機体は。慣れてきたからちょっと早くなってきたな。試行錯誤の結果、どんどんテクニックも上がっている。ドッキング技術。ストライクドッキング。ピュー。これマジ気持ちいいわ。早い早い、下行くのが。いいよ、今んとこ順調だよ。いいね、いいね。これで接合部分を確認しながら帰るっていう。コントロールユニットが何個あるかで何段まで行ったか分かると。このデザイン、理にかなってる。倒れてない？あ、目の錯覚か。焦るわ。やっぱ外側にガイドをつけたおかげで、結構安定してますね。上参ります。まだ課題はあるんだよ。上の部分をね、作んなきゃいけないから。あれ結構大変なんだよな。神様がいるところ。あ、ちょっと揺れてきたな。幸い、テラテックの世界には風がないからね。いいんだけど。よし。おう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 おお、あ、もうこんなに積んだ？結構いったね。すごいすごいすごい。よいしょ。三つ仲良く。団子三兄弟、トゥントゥン。古いかも。団子三兄弟も古いか。おお。あ、成功だよ、これ。成功成功。やっぱ外側にガイドつけなきゃダメだ。うん、高い高い。下がもう、もう見えなくなるぞ、ついに。ついに見えなくなるぐらいの高さまで行った。秋市建設、ギネスに挑戦。よし、ドッキング完了。ピューン。うんうん、ちゃんとはまってるよ。ずれてないもん。うんうん、いいね、いいね。素晴らしい。下がゴミだらけ。産業廃棄物だらけ。最近ね、なんかね、めちゃめちゃ大きい機体ばっかり作ってたからさ、もうパソコンがさ、もうやめてくれっつってさ、すいません、僕ちょっともうギリギリなんで、ってあんま大きいの作んないでもらえますつって、やめないって。でも今日はそこまで重くなんないわ。ちょっとカクついてきたけど、いやー、いいスペックのパソコン欲しいっすね。あ、全然もう、超高いよ。前作ったやつより。でもまだまだだよね。下見えちゃってるもんね。全然ダメだよ、そんな。いきなり入んなくなったぞ。どうしたどうした、一回抜くか。あ、連れてきちゃった下。あー、これは諦めよう。8段だね今。あ、ガクガクしてるガクガクしてる。あ、え、崩れてる崩れてる。ダメなの。かりんとうが。うっそー、抜けちゃったよ。すげえ、何これ。あ、一番上を作ってみました。設置するとあんな感じですね。あ、ちなみにこいつちょっと試作中のある機体ですね。これでちょっとまた新しいことを今後やろうと思ってますんで、これでちょっと上に乗ってみましょう。よいしょ。あんまり大きくないんだけどね。あんまり大きくないんですけれども、まあ乗っても低
較的安定してます。かなり低いからだと思うんだけど、はい、かりんとうの上の部分こんな感じですね。これを最後上に差し込んでゴール。というわけでかりんとうチャレンジ、どれぐらいの高さまでできるかちょっとチャレンジしてみましょう。よっしゃ、かりんとうチャレンジ、よーいスタート。10段は行きたいな。10行ったらもう上つけよう。まず1本目、はい、さあ次、よし行くよ。2本目、よし入ったぞ。3段目行ってらっしゃい。上参ります。あと1個、あと1個で10や。新記録行くか。慎重に行きたい。倒れる前に据えちゃおう。うわ、いけるかな。10本目、さあ地面が遠いぞ。だいぶなんかしなって見えんだよな。え、倒れてない、倒れてない。うわーうわー、ダメかー。うわ、なげなげな。もうね、何回もチャレンジしたんですけど、9本目まで入れられるんだけど、9本目入れたらね、倒れるね。どうやっても。もう天井をつけたいと思います。今の秋市建設はこれが限界だ。周りにね、足場をね組んだらもうちょっといけそうな気もするんだけど、あと柱を太くするとかね。ただ今回はこれが限界。悔しいな。でもついに上をつける時が来た。崩れんなよ、崩れんなよ。上に参ります。ついに上をつける時が来た。うわー、楽しみだな。こいつはね結構安定してるからね。さあついに8本の柱の上に天井が乗る時が来た。うわー、長かったなーこの実験。先端が見づらい、遠近感がわからん。間に合い、よし入ったか。よし、もうちょっと。あ、揺れてる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 。うわ、やばいやばい、倒れる倒れる難関はここか。これつける時が一番むずいかもな。落ち着け、落ち着いていけ。ああ、ダメか。マジか、取れてなかった。決定的瞬間を上なんとかつけ終わりましたよ。つけられた。記録は7ですね。7本の上に乗せられました。これが限界。8はちょっと無理だな。上に降り立ってみようか。崩れないかな、大丈夫かな。不時着いいね、見晴らしいいよ。いいじゃない、ちょっとちっちゃいけどね。いいじゃん。うわ、下見るとすげえな。うい、何フィートだ。1200フィート。これ以上はちょっと難しい。いいですね。ちょっと地味だね、でももうちょっとインパクトあるかなとか思ったけど、意外に地味だな。クリエイティブでやりたいよね。無機質だからさ、ちょっと実験棟は。いやいや、なんかもうそろそろ終わりますよみたいな雰囲気出してるけど、ダメでしょ。 YouTuber でしょ。ゲーム実況者としたらもう最高のロケーション、そして最高のね絵を皆様にお届けする、そうなんじゃないかい。ということでクリエイティブにやってまいりました。やっぱ実験棟味気ないからね。もう一回やり直すわ。最高のかりんとうを皆さんにお届けします。まあ秋市建設だんだんかりんとうのね建造に慣れてきたからね。かりんとうを作り続けて3日間。老舗、え、なんだ全然入んねえ老舗じゃないのかっていう。あ、フラットじゃないから倒れるのか。よし、植え付けるよ。上参ります。せっかくだからこいつら上に連れてってあげよう。お前ら上に連れてってやるよ三兄弟。こいつら落ちる？落ちそうだな。なんかしっかり踏ん張ってくれよ。おーおー、すーごい景色だな。あー、落ちる落ちるさあはめましょう。絶対落ちるなこいつら。うわー、落ちる。ちやーちやー。こいつだけはどうにか連れてってやりたい。展開へ入ったぞ。え、崩れてない崩れてない。うおー、いったけどこれ大丈夫か。おお綺麗、素晴らしい。この子を連れてこれたしね。あー、いいね。山より高いよ、何よりも高いよ、何よりも高い。素晴らしい。いいね。やっぱバイオームの上でやんないとダメだな。ちょっと下行こう。うおー、やっぱ大きいからちょっとカクつくな。おー、いいね。あー、やっぱこっちで作るべきだったね。おー、いいね、こりゃいいわ。いや、なんか
短く見えんな、やっぱ遠くから見たら。ほんともう上が見えなくなるぐらいまで作りたいけどさ、ちょっと秋市建設これが限界です。ちっちゃちっちゃく感じるよね、なんかね。いや、いいね、夕焼けを見ながら。はい、記録は7段でした。クリエイティブ最後やってよかったね。こっちで絶対こっちの方がいい。またいい案が浮かんだりとか、技術がねもっと上がったら、このかりんとうをもっともっと天空にね配置できるように、もしかしたら作るかもしれません。今回の動画面白いと感じてくださったら高評価、そしてチャンネル登録の方ぜひぜひよろしくお願いいたします。さて、よし、あ、落ちる、あぶね。ちょっとこの上で遊んで、それではまたねー。シュー、うおー、スカイダイビング、地面が遠い、これチュー、おお無事帰還いて